ミートピア。さあ、待っていたぞということでですね、久しぶりのミートピアになるんですけど、旅人の街でね、ミスタークイズマンが出るっていうのもあるんですよ。こちらのクエストは、ミスタークイズマンとのクイズをね、3回クリアするというね、戦闘とは全く異なったものとなっております。というわけでね、1戦目、行ってみましょう。過去の出会い覚えてるかな？まずは私は誰か。了解。よし。君は間違えたらおしまい。そうだね。そう、3回勝たないといけないからね。よし、やるぞ。過去の出会いか。まあまあでも、配役はしたから大丈夫だと思います。さあ、私は誰？なんか編集もしてるんでね、過去の配役はよく覚えてますよ。野々村、はい。わかりやすいんだよな。さあ、このままこの2問目。ミスタークイズマンアブさん、あなただよ。いや、あなたじゃん。自分を出すな。自分を出さないの。そんなのもう左下に書いてあるんじゃん、だったら。3問目。砂漠一のセレブは、この人、ニャースです。なんか右すごい人いたけど、気のせいかな。なんか右すげえのいたけど、気のせいかな。まあ、まずはね、ここは倒す。今回は私のあげだ。これをあげちゃう。ね、もらいつつ、まだ終わってないぞということでね。ね、次行きまーす。さあ、その2。待っていたぞということでね。本物を見抜く力はあるか。ちょっと待って。これ、ワンチャンそろそろ事故るか？さあ、本物は誰？いや、ちょっと待って、ワンチャン事故るかもしんない。ちょっと頑張るわ。怖っ。これね、自分の作ったミーは来るんですよ。ちょっとやばいのあるね。行こう。大丈夫かな。怖いな。1問目。ヨッピーはどの人？もうそれはわかる。さすがにね。ほとんどだって原型変わってないもん。原型変わってないんだったら大丈夫だよ。原型変えたやつが問題なんだよ。チラコってどれだっけ？チラコってどれだっけ？確かこれ。ほらー。メイクとか、ウィッグが外れた状態で、このクイズには出題されるんで、原型を変えたやつは、マジでわかんない。大丈夫か？ 3 問目。それはだって、それはわかる。危ない。ティラコが一番大変だったな。危ないって、マジで。マジでメイクなくなった時がマジで地獄なんだけど。怖っ。さあ、最終ですね。この3つ目落としたくないな。ゲーム券5個は結構でかいからね。クイズリミックス。いやー怖いな。もう何が来るかすらわかんないのか。リミックスだと。さっきみたいなの来たら終わるぞ。さっきはまだ優しいパターンなんだよね、実は。もともとの原型を残したまま僕メイクとかウィッグとかするんですよ。基本的に皆さん作ってるのって、キャラとか作ってるのって、もっと単純なやつですよね。あれが出たら終わる。1問目、何来る？ティラコかな？ちょっとウィッグみんな似てるな。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。さっきはよくもやってくれたよな。おしまいって言っても、もうそのままできるんで、普通に何もなかったことのようにね、ちょっと今時戻したんで、ちょっとウィッグほとんど一緒だったぞ今。さりげなくなんかすごいやついたぞ。んでよし、いや、さっきみたいなのいきませんよ。ちょっと、ウィッグ一緒なのやめて。無理だって、ウィッグ一緒になったら。1問目。悔しがろうな。それは配役してますから大丈夫です。大丈夫、大丈夫。それはわかる。さあ、この調子。この調子。ちょ、2問目。どっちだろう。リリア様っぽいんだよね。リリア様っぽいです。おいし。ウィッグがあったのでかい。ここにウィッグついてるのでかかったな。ウィッグついてなかったら終わってたな。はい。背丈そんな高く設定してないし、太くも作ってない。よし。危ねえ。自分が作った身ならわかる。よかった。これ最悪のパターン出なくてよかったわ。よかった。
ゲーム券5個いただきまーす。やったー。うわ、難しかったなー。いやいやいや、難易度激ムズやんか。いよいよ普通とか簡単とかあったけど激ムズきましたね。いよいよ おしゃれマスターエイです。あらゆるおしゃれを着こなした私、最近のファッションに満足できなくって新しい世界を探してるんだ。国境の山いるんだって。怪物界のおしゃれマスターが、怪物界のおしゃれマスターや。もう怪物会いに行こうとしてるもん、こいつ。このエリってやつは。怖いわ。じゃあ行くか、エリちゃん。このお願いはちょっと難しいですよ。本当にいいですか？いける。今の感じで食べます。行きまーす。あはははは。いや、諦めきれないみたいになってんじゃん、アブさん。アブさん、ちゃっかりいるんだけど。ちょっと待ったいやいや、アブさん今日リベンジ多くない？いつまではそういう心をせない。ご存知ミスタークイズマンアブさん。あ、これは大丈夫。チラ見せはね、ウィッグがついた状態だから大丈夫。うん、楽勝楽勝。動体視力で。よほど似たミーが来ない限り大丈夫です。さあ、チラ見せ。まあ、Y ボタンに停止できるんですけど、それはせずにね。正々堂々いきます。ルフィ。ああ、そのあたり来るのね。配役した人来んのね。大丈夫大丈夫、チラ見せ。メイクが濃すぎるよ君。何どうなってんの。もう触れれねえわこの人の名前に。ヨッピー、わかる、めっちゃわかる、ヨッピーだわ。ね、これは大丈夫なの。あのインチキだけど、ウィッグインチキやめて、ほんと。さあ、というわけでパーティーがちょっとだけ一新していることにはお気づきでしょうか。1名だけ違いますね。しっかり。ね。あの、ヴァンパイアが解放されたということで、ヴァンパイアの仲間をね、作ったわけですよ。あー、UFO 監視もしないとダメだね。あ、なんだ、普通手動と。とりあえずね、まる裏でちょこちょこ育てつつね、新しいヴァンパイアとかを作りつつ、エルフも作りつつという感じでね、進めております。まあ、今のところ目標はね、ネオンシティの制覇を向けて育ててる感じですね。とりあえず UFO は外役なんで消しましょうね。よし、やる気だわ、俺も。行くぜ。シャイニング、おー、マナカ早いんだよ、投げてくる。ロアちゃんまあ、ヴァンパイアの新しいね、加入仲間、ロアちゃんなんですけど。いよいよ本物で来たな。今までなんかゲストでシーシーとかはいたけどさ、本物来たね。モノホンだね、これはもはや。ロアってもう確信犯でしょ、見た目的に。さあ、HP バーン吸い取られましたけども、なんだかんだ、ロアちゃん、ティラが手助け。もうこれティラの攻撃が高いんで大丈夫でしょ。1、2、101か。見て見て、ライジングアロー。あー、これはありがたい。だってもう一旦あいつ止まっても、もうこれをハメ状態に持っていけるんでね。じゃあこのあたりちょっと回復でも挟んどく。光が満ちる、キュアオール、ギガキュアオールなんていらねえな、この回復量は。フレイムタワー、あー、え、 UFO、 ちょっと待って、 HP 高くない？そんな HP 高いの？まあさすがに激ムズだもんね。敵の難易度が相対的に強くなってるわ。これロアちゃんキャリーできっかな。リーネ様来た、異様な遊ぶ爆裂、いやよし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 、リーネ様が動く今。あー、そういうことしてくるの君、雑魚敵のくせに。雑魚敵のくせにロックオンなんて、ずいぶんいいご身分じゃねえかお前。どんぐらい耐でもあいつ HP ある？森よ。あー、一番いいとこにおめぐみか、しかも。あ、いいいいいい。すごいありがたいな。でもちょっと待ってね、馬騎乗攻撃、その後それを見た後に安全地帯下げた方がいい。アンラ下げ、ワンチャン自分はだって受けれるでしょ、ドーピングすごいから。だってドーピングがすごいから耐えれます多分。ネミタワ、いやー耐えれるよ、気合で耐えろ。なあ、ブーッ、よく耐えたな、212、これで212か。よく耐えたね、よく耐えたな本当に。耐えれんだちゃんと。でもドーピングの力やなこれが。一応多分ティラは前線戦えるけど、他がついてきてないのか。これこんだけ育ててんのにね。10どういうこと。10 信じられないダメージ取ったぞ今。普通に何が高い。
あーもう自分の回復ないで。うわーカスみたいな回復になっちゃった。いやリリア様メンターになっちゃったか。あーきつい。一発で壊滅まで持ってかれる。でも自分が回復するっていうのを分かっとってもこいつらさバナナ使うよね。自分が回復行動を取るって分かっててもこいつらは道具を使うよね。だからこいつ下げといて、ロアちゃん下げといて。あーこれは優秀すぎか。エリちゃん優秀すぎない。味方 NPC のエリちゃん超優秀なんだけど。マジか、エルフってそんな優秀なの。味方ない、すげえな。5人目ちょっと待って、しんちょっと打ち来ない君。まあ来れるんだけど、ただな。うわーすごい、なんか壊滅すんな一気に。すーげえ強えんだけど。さあいよいよなんだかんだで来ましたよ奥まで。どこだろう我がライバルは。私を満足させて、お前の顔じゃねえかよ。エリちゃんか、めっちゃ優秀だった NPC 抜けたべや。うわーでもなんかしっくりくるわ。んでいやなんかワンチャンやばいなこれ。ワンチャンやばい説ある、もしかしてゴールドクリスタルか。んでシャイニングメデューサって確か石化だよね。石化された覚えめっちゃあるんだけど、結構めんどくさいなこれ。ワンチャンやばいか、早めに起こしますしないとえらい目になるぞ。シャイニング、いやまあ硬いことバリアー、それでいい。うわロアちゃん、ロアちゃん。あやっぱりにらみつけるだ、石になっちゃうんだ。あ石になっても普通に攻撃は食らうんだ、なるほど。とりあえず大回転切り、どうする。ああこの局面は馬の鼻息を使いたいということで、安全地帯でリリア様が次動くの分かってるから下げといて自分が馬使う。リリア様後ろの2体ね、鼻息、鼻息だ。いやー硬い、雑魚的が硬い。リリアさんちょっと待っとって、そこでロアをにらみつける。いや動けないねー。あーこのパターンは一人ずつ下げればいい、一人ずつ下げればいい、一人ずつ下げればいいから。うんでアンラ回復する、で、ロアを入れる、順序よく入れるだけ大丈夫。自分が弱ってんな。まだまだこれなの、勝った勝った。普通に苦戦するボス来てんな。いや落ち着け、ちゃんとゆっくりやれば勝てる、ゆっくりやれば勝てる。リリア様ギガライトリング、いやーそこはエクスプロージョンでよかったんじゃねえか。まあ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 、まあ、大丈夫アンラ。いや好きレベルもう上がんねえぞお前らは。安全地帯、あーそっち上がる、スキレベルがもう99になっちまった。あここスキレベル回復できアンラもうできないんだよ、スキレベル99だから主人公と。よりにもよって、よしよしよし、で HP 回復するならロアちゃん前に出して、これ次の回復の手間省けたわ。さあロアちゃんここ避けれるか、避けれないと多分バナナ食います、こいつはバカ。バナナ食うなこいつ絶対今から。マガン切り、ロアちゃん何もできてないのお前、お前戦場に何しに来たの、こいつは戦場に何をしに来たんだろう。頭抱えたくなってきた。アンラ入れときゃよかった、もう一人のシャイニングを抑えたいな、ここでマイペース、よーし来たよ、抑えようシャイニング、よし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 。ゴールドクリスタル自体は別に通常行為だけなんだねこいつ、大した行動してこないな。
戻れ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 もうでも次に睨みつけたら変わってくる。何？何？結構痛いな。これでもロアちゃん酒飲んのは目に見えとるしな。バナナ食いそうな気がするな。回復するんだよね自分が。バナナ食わなくても自分回復コード取るんだよな。もったいないわ。どうせ自分がギガキュアオールだ。よし、でもこれでリリア様がコンスタントに与えてくれれば。フレームタワー、うわ631点ね。いや強くないそれ、マジ。うん、これでいい。次ギガキュアオール。僧侶が僧侶しないといけなくなってるからね。普段みたいになんか暗えばいいみたいな。なあ違う違う、俺がやるんだって。来た、ロアちゃん8仕事ここまで来るよ。クソ90はクソだな、いくらなんでも。連れてくるとこ間違えたってか。おおこの緊急事態に君は一体、この緊急事態に君は一体何すんの。フレームタワー2か。あ、でもだいぶいったね。よしよし、あと1体。あと1体までいった。よし。で、MP が空っ岸なんで、リーダー様に MP 供給します。だから、僕が生きてるからいいんだよ。HP はわざわざ食わなくても。HP 回復の、レシピバナナの効果を上げるのにめっちゃ食わないといけないんだよね。はい、キュアオール。おー、光が満ちる。それはキュアオールでいい回復量。いや、もうベホマズンだな、ここ回りくるとな。リーダー様がね、リーダー様とアンナがコンスタントに与えてくれればいいから、もう。ロアちゃんはね、もう、引っ込んでて。あ！もう、まあ、こうするしかないよね。ロアちゃん、こう、攻めるしかなかった。104、出てる、出てる、出てる。下がる、下がる、下がる、下がる。もう下がっていいよ。え？何？え？添い寝。おお、めっちゃ回復すんじゃん。あーでもこのか、馬の効果で MB にめっちゃ回復すんのか。じゃあ入れとくのも手だな。 MB 回復したいがために入れとくの手だな。よし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 。あ、まあロアちゃん入れとくよ、そこ入れとこうか。で回復するから、で次に誰入れよう。リリア様 MP ないな。攻めてほしいけど、ここは入れるか一回。添い寝狙い。攻める。あーでもこんなもんか。添い寝が発動すれば。しないね。睨みつける。睨みつける。これはもう、やり方がさっきと一緒ですね。戻して、ロアちゃんも戻す。よし、一心してね、戦場に置く理由はないんで。さあ、この状態で普通に攻める。基本的にもう3人だな、このゲーム。3人で戦ってんな。レムタワー。いい。いや、強い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 、それ。それ強すぎるんだよ。アンナ下げ。いけ、えい !14! 論外や、お前は。安全地帯。安全地帯使って、リーダー様も安全地帯。ゆっくり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 。もうゆっくりやるしかない。あー、ひでえな。こりゃひでえな。いや、だいぶ難易度がやばいな。3DS の時、いかに自分がやってたかわかるわ。苦戦してないもん、この辺り多分。HP まだない！え？いや、俺が回復するよ。いや、別に回復するよ。回復しますって、そんなことしなくても。回復するって、そんなしやんでも。HP バナナがない。まさか。いや、めろあげる。しょうがないな。いや、あげなくていいし、回復するし。噛み合わねえ、こいつらと行動が。回復するんだって自分が。これがあるんだって。僧侶の悩みだな。よし、リリア様出そう。リリア様出して、アンナ下げ。
何してんの何してんの攻めてって攻めろって全然攻めてくんで全然マジで攻めてくんないな君たち君たちマジで攻めないね守りの手法が強すぎないかい睨みつけるいやー結局またかなかなか戦闘が進まないんだけどまあまあまあギガキワールするんでいいんですギガキワールするんでいいんですあいいな来たこれこれこれソイネのおかげで MP がわーやった190にあるよしこれでリーダーさんはもう出せるねようやく攻めたよしいいよおお7ってちょっと待って自分も自分だな回復しろって言ってんじゃんワンチャンブレスでやられるから下げるリーダー様攻めてくれ頼むリーダーさんもう攻めてくれよしそれだで、こうすれば自分はギガキワールでいい回復量乗る。よしよしよし、攻めろ攻めろ攻めろ。攻めがミートピアなんだよ。おっと何をするつもりよし出たそれそれいや、強い強いロッチャーロッチャーお前かい、仕留めたん最後。やったじゃんかいや、優秀だわ、この NPC って思ったけど。いや、5人目の仲間って最強だよなって思う。こうしてみると。はい、戻ってきましたよ。怪物界のオシャレマスターに。やったな。スタイリッシュさすが怪物界のオシャレマスター。人間を超越したセンスだった怪物だからね、そりゃ。感激したよ。ありがとう。武者の鎧か。これはじゃあ、アンナがもらえるやつやね。あのセンス、参考にさせてもらおう。というわけでですね、旅人の街で一部の NPC は、クエストが終わった後に話しかけるとですね、怪物流ファッション。はい、こういうのがあるんですよ。旅の仲間にいますかということで、先ほどの、クエストのレベルで加入するということなんで、つまりどういうことかって言いますと、さっきのクエストのレベルは激ムズ49でした。ということで、エリちゃんの仲間はというわけでね、49なんですよ。ただ、ヴァンパイアの時もこうすればよかったんですけど、ヴァンパイアはちょっと待てなかったんで、で、エルフは出たんですよ。で、即戦力ですよね、要は。49、別に、ステータスの差はないんで、ドーピングぐらいしか、すべてのステータスが一緒なんで、即戦力のエルフとしてね、かなり優秀な活躍をね、してくれるんじゃないでしょうか。いや、エリちゃん仲間になった。やったなぁ。